すごく帰ろうぜ。うわ。なんだ、おっかないか。またおかしい。やめろよ。君は僕にしか見え。南さんが突然、三浦君を家に約束した。僕の目。僕を記憶を失戻そうとしてるんじゃない。別の誰かの記憶を植え。別の誰かじゃない。君の記憶、僕とは別。年齢はお前より3。覚えてる。君は僕、あの時じロボットから僕に取り付いた。俺を怨霊みたいに言うなよ。他に逃げ場がなかったんだ。そうじゃなきゃそんな不自由なとこに入らねえよ。芝君は人間。彼が泉中郎に変えようとし、未来から来た泉。事件で別、今のもう一度試してみるか。森村先生。森村千尋。そうだ、夢で見たあの人は。先生。クラベ君、どうしたの？顔色が悪いわ。僕は本当は泉十郎。そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。すみれ橋にいたのはあなただ。森村千尋先生。何の話かわからないわ。どうした？先生は知ってるの？芝君は、泉十郎は僕の中に。おしゃべりなやつだな。台無しにする気か？黙らせた方が良さそうだ。クラベ君、クラベ君、僕を泉十郎に戻そうとしてる。信じられるのか？
クラベ君。夢の中の森村千尋が先生なら沖野司も彼を夢に出てき沖野つどこか夢に出沖どこそうだ自販機前にいたあの子は沖野司にそっくりだった。君、ちょっといいかな。ねえ、待って沖野くん。やっぱり似てる。僕に何か。やっぱり似てる。僕に何か。夢に大きなどこか君は大きな司くんだろ。違うよ。声まで一緒だ。泉十郎と UFO にいた大きなくんだ。わけがわからないな。相手にしてる暇はない。失礼するよ。待って、 UFO の時だけじゃない、もっと君とは合ってる。そうだ、合ってる。あれは確か事件の犯人ですか。四季島の施設を爆破し多くの死傷者を出した凶悪犯だよ。捕らえはしたが素性供述もし、そこで君に私は担当官の大西沖野司君その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね。いいえ、見たこともありません。問題ない。君の生体反応も正直な発言と示している。どうして僕が。自白剤を使用したその男の供述の中で何度も君の名と森村千尋という女学生の名が出てきた。森村千尋だ。知り合いかね。いいえ。彼女にも捜査協力を要請するが現在国外で来週の帰国を待たねばならん。足を運んでもらって悪く、何かあれば。はい、出たまえ。心配はいらない。犯人泉十郎君、その
るわけがないでしょう。爆破テロの犯人なんでしょう。その男と君の DNA で驚くことに完全に。君たちのどちらクローンである可能性で調査中だ。バカな、彼は何て言ってるんです。その男の供述、未来から来た君なんだそうだ。犯行の動機は怪獣の出現を阻止するためだ。怪獣？ちょっとすまない。なんだ、取り調べ中だぞ。何？避難勧告？ニュースだと？起きたようだ。ちょうどいい、あと少しだ。これは何だこれ。興奮するなよ。血圧が上がるとノイズが増える。沖野司、思い出した、突然殴られたんだ。悪かったな。こうでもしないとこんな怪しげな場所ついてこないだろ。そうだ落ち着いてろ。そうだ落ち着いてろ。君は沖野司、夢では助からなかったはずの。君がまともでないのは知っていたが、その夢の話というのはおかしい。天意で集会している泉十郎は一人だけだからね。調べてよかったよ、十郎の中に逃げ込んでいたとはな。そうだ落ち着いてろ。君は彼を知っているの？今は426と呼ばれる意識だけの存在だ。君に注入されたナノマシンのシステム領域に寄生している。本人に聞く方が早いだろう。芝君。こいつか。聞いていた話と印象が違うな。騙されるな、姿はいくらでも変えられる。彼が見えてる。彼は今僕の制御下にある。もう何もできやしない。まいったな。十郎がどんくさいからだぞ。そんな姿に化けてまで何をしていた。僕の人格を乗っ取るつもりなんだ。誤解があるようだな。そうしようとしたのは森村千尋だよ。森村先生。保存された俺の記憶をお前に移していた。人格も似せるつもりだったんだろうが、反対した倉部珠緒が別の人格を作った。それが今のお前だ。だって君がビデオで記憶を。記憶と模擬人格が合ってないから人格が破綻しそうだったからな。記憶を客観的なものに変えてどんくさいお前を助けてやってたんだ。どうも信用できないな。なぜ助けるの？森村の思惑がうまくいっても俺がもう一人できるだけだし、ぶっ壊れたお前の面倒なんて見れねえ。俺が勝手に利用されるのはもうこりごりだ。426、幸か不幸か、彼女は騎兵計画を諦めて倉部十郎にも今は興味がない。騎兵以外に助かる方法はないよ。
それだけでは無理だ。まるで自分には解決方法があるような言い方だな。ある。生き残るため有効な手段が。聞きたいか。俺たちが円盤と呼ぶあのシステムを作ったのは2188年の2188年。今の君からは想像もできないが、彼は非常に不真面目な技術者で、環境管理システムを作る際、一部に他のシステムを使い回して作った。怪獣を呼び出す D コードは本来なら起動することのないその一部にアクセスしている。使い回したシステムというのは。この時代にはすでに時代遅れの怪獣ダイモスのシミュレーションゲームさ。ダイモスゲーム。怪獣ゲームが自動工場を動かして機械の怪獣を準備したというのか。あいつらがダイモスの名で登録されてるのはそのためさ。必ず負けるゲームをやらされてたんだ。だけど一部のアクセスでなくシステム全体を解放すれば何が起こると思う？ゲームルールで戦えるようになるのさ。おそらく敵の破壊と連動してメタ的な褒美が現れるはずだ。特典だよ。自動工場はその特典で騎兵を強化させる。特典？メタチップとでも呼ぶかな。やはり信じられない。ま、別に今更だ。お前らの手伝いがなくても問題ない。これは全くの無駄話さ。その話の証拠はあるのか。ああ、記録があったんだが消えちまった。人類最後のコロニーをゲームで管理する気か。それだよ、肘山。あの記録を見たんだな。肘山君？あれは何の記録なんだ。衛星軌道上のアイドルを助け出せばわかるぜ。そろそろ俺はおいとまする時間だ。何？大丈夫だ、心配するな。彼は何もできやしない。こういう手合いはきっとすでに何か仕組んでいる。妙に鋭いとこあるよな、肘山。起きろ。ごめん。あんたはジュロー。よかった、間に合った。俺の時間稼ぎのおかげだろ。とろくさいんだよお前は。言われた通りやってるでしょ。口の悪い猫ね。猫。重郎の記憶は消さなくていいぞ。あ、でもどういうこと。行こう。安心しろ、お前らの記憶も消さないよ。彼女か、奴の協力者か。エアロックを開けろ。ヒジャマ、聞こえるか。開けてくれ。聞こえないのか。聞こえないのか。
こえているよ、ヤキシジン。B2 エアロックを上げてくれ、ヒゼは。悪いが、それはできない。わかっているはずだ。俺たちは感染していない。そのスーツのバイタル測定で反応が出てる。残念だよ、ヤクシジ。俺は感染してるかもしれないが、娘は違う。調べてみろ。その子にはまだ汚染の反応は見られない。娘だけでも中に入れてくれ。だが潜伏期の可能性が高い。娘を助けてくれ。危険は犯せない。同じ隊で苦楽を共にした仲間だろ。頼む、ヒジェは。分かってくれ、ヤクシジ。ヒジヤマ、扉の操作をこっちによこせ。泉さんさ、泉さん、あなたはそう言うだろうと思って扉をこちらでロックしたんだ。このコロニーを汚染させるわけにはいかない。勘違いするな、俺が出るんだ。シャトルを出して娘を受け取る。24時間経って汚染が確認されたらコロニーには戻らない。そんなこと認められません。命令だ、ヒジヤマ。悪いな、ヤクシジ。お前は娘を置いて乗ってきたボッドに戻ってもらう。それでいいか。あなたに託せるなら、娘を、恵みを頼みます。俺が必ず守る。どんなことがあっても俺が必ず。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前、だから決まっていたことなんだ。1988年の記録全部知ってる。これも君の記憶なんだ。ああ、記録自体は消えちまったが、記録の内容は覚えてる。俺の記憶がありゃ説明はいらねえだろ。君はこれでいいのか。よかねえよ、あとは祈るだけなんて。でも君は僕に託した。ふぬけにされたとはいえ、俺と同じ重郎だしな。これもまあやむなしだ。冬坂一人じゃ手に負えねえぞ。行けよ、重郎。君はどうなるの。騎兵を動かすのにお前のナノマシンが使われれば俺の処理領域がなくなる。戦い始めりゃお前に何も言えねえが、俺の記憶があるだろ。するべきことはわかるはずだ。お前で何とかしろ。そうだね、やってみる。じゃあ行くよ。
気合い入れろ、ジュロ。ゲームオーバーでも交代はなしだ。13番機へ起動。ただいま、十郎。ただいま、ただいま、ただいま。十郎？え？もしかして私は前です。君は知っているのか、この夢が彼の記憶だって。教えてくれ。まだ記憶が戻ったわけじゃない。治療は順調。まだ記憶が戻ったわけじゃない。尻尾の治療は順調ということなんだろうか。あなたはクラベ十郎。どうして？そうとしか言えない。玉尾さんとの約束なの。ばあちゃんと？それ以上聞かないで。私ここにいられなくなる。十郎。
過ごした重郎は戻らない。めぐみさん、ここにいたのね。あなたは重郎といた。ここでは初めましてね。クラベ玉尾と申します。泣いていたのね、かわいそうに。な、何か用ですか？重郎を好いているのは存じてます。何を急に。彼のそばにいたいのですね。それはもちろん。じゃあそうなさい。手配しましょう。ただし条件が2つあります。1つは彼をクラベ重郎として扱うこと。未来でのことも彼自身のことも教えてはなりません。なぜ？彼が安全か確かめたいのです。クラベ重郎として接することができますか？それは。もう一つは彼が自分のことを泉重郎だと言い始めたら教えてほしいのです。どうして？だって彼は泉重郎だとしたら危険だから。とても。理由は知らなくてもいい。その二つを守ってくれるならあなたは彼と一緒に住めます。どうしますか？わかったわ。よかった。めぐみさん、ここにいた。あなた、ここでは初めクラブ泣いて。重郎。何を急に。彼のそれもちろん。じゃあそ、ただし一つ彼を未来での彼自身。なぜ彼が比べ接する。それをもう一つ泉教えてほしいので。どうして？泉とてもりそあなたは、どうしますか？比べ重郎じゃない。だって彼は。そうですか、残念です。待って。わかったわ。よかった。はい、一緒に住む権利の証書です。賃貸契約書。森村さんには伝えておきます。すぐに行ってあげて。あ、ありがとう。めぐみさん、ここにいた。ここではクラ
な、十郎、何を聞かれぬ。それもちろん。じゃあ、すた一つ彼を、未来で彼じ、なぜ彼が、比べ、接する。それ、も、泉、教え、どうして泉、とて、理由は、そ、あの、ど、どうしますか。どうしますか。わかったわ。よかった。はい。一緒に住む権利の証書です。賃貸契約書。森村さんには伝えておきます。すぐに行ってあげて。あ、ありがとう。あなたは誰にも見えてないの。あれから比べ家で暮らしているのね。あ、はい。彼に何か変化はあった？彼は自分を泉十郎だと言い出したりしていない？あ、どうしてそんなこと？何か思い当たる節があるようね。いるんですか。先生。あ、クラベ君、どうしたの。顔色が悪いわ。僕は本当は泉十郎。そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話。分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。すみれ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。な、何の話かわからないわ。先生は知ってるの？クラベ君、千尋、今のはどういう意味？さあ、わからないわ。おい、尻尾。
話しかけたりして周りに見られるんじゃないの。緊急事態だ。重郎が連れ去られる。あいつ自分からまずいのに近づきやがった。まずいのって？魔法を利用しようとしてる奴らだ。一度言ったろ、日頃も町の廃工場。重郎の記憶がいじられる。もう一度あそこへ行け。そして重郎を救い出せ。くっそ、距離が離れすぎだ。消えた。やっぱり。いや、今は重郎が。すぐに行くわ、重郎。彼の仲間なのか。尻尾を知ってるの？尻尾？大丈夫、彼があなたを治してくれる。夢で少しずつ思い出してるでしょ、私のことも。そうじゃないんだ、全部分かったんだ。これは僕の頭にあるのは君の思う人とは違う人の記憶だ。え、そんなはずは。なんでそんな。君に関して夢で見たのは君をその撃ち殺した記憶だけだ。君を傷つけてしまわないかとずっと怖かった。だって僕は君が。あなたは誰？もうあなたにはあの人がどこにも残っていないの。裏切ったのに騙されてたなんて。私バカだ。薬師寺、あいつ何が契約よ。待って、重郎はもうどこにもいない。どうしたの？一人？そうだけど、あなたも一人なの？迎えが来るの。それまでお話ししていいかしら。こんな子を一人で待たせるなんて。分かったわ、お迎えが来るまでお姉さんが一緒にいてあげる。お友達はいないの？
ここにはいないけど学校にいるよ。いいえ、そうじゃなくて、Dコードの更新を指示したお友達。子猫みたい。待ちなさい。あなたは一体。誰がDコードの更新を指示したの？モスコードのことね。そうよ。あなたじゃないのは分かってる。命令している犯人を教えて。猫よ。尻尾の先が白い黒猫。捕まえたのですね。ゴート、レイヤ。遅いわよ、ゴート君。君は私に何をしたのか分かっている。魔法使いの力を封じた。怪獣との戦いのためだそうよ。魔法使いに猫。面白い表現ね。君はもう少し分別があると思っていたが、あなたが打ち込んだのは彼らの体のナノマシンにコードを追加するナノマシンよ。あの怪獣たちの制御を拡張するコードだ。奴らがどれほど予測もつかない。嘘よ。君を操っている黒幕はDコードへのアクセスを掌握する気のようだ。そうなれば自動工場の我々に。猫の犯人に心当たりは？いいえ。困ったわね。こうなることも織り込み済みで、足がつかないようこの子を利用してる。だがその周到さ。誰？君は知らない。未来から来た犯罪者だよ。犯罪者？最初から全て嘘だった。許せない、許せないわ。戻ったか。何もかも嘘だったのね。ずいぶんお怒りのようだな。だが嘘は。あなたは猫なんかじゃない。最初からそう言ってるだろ。あなたは猫。最初
あなたは未来から来た犯罪者でしょ。古代文明も呪いもでっち上げ、裏で私を笑っていたの。嘘なものか。あれは古代文明だ。ここは20世紀に見えているが違うぞ。本当の人類は22世紀を最後に滅んだ。今は人類の最後から数千万年が経ってる。お前にとっては22世紀は古代文明だ。ここが本当の世界じゃない。またそういう、そんな嘘にもう騙されないわ。そんな嘘もうだ、私にこんなもので友達を撃たせて。あなたは怪獣と騎兵を支配した。目的は人類滅亡。説明しただろ、ゲームだよ。そのための準備だ。私たちの命をもてあそぶゲーム。俺の思う通りにことが運ぶならお前たちをここから追い出せる。いきなり撃ってくるとは、危ない女になったもんだ。それも俺のせいか。いきな危ない。それも重郎の記憶は誰の記憶。ああ、それか。俺の記憶だ。俺のせいじゃないぜ。そんな言い訳を信じるとでも。だが結果はそうなったな。もうあいつを治すのは諦めろ。言い忘れていたが、お前が最後の魔法使いだ。だがお前だけは免除でもいい。どこへ。いきなり自分を撃つとは。
そこまで思い詰めていたのか。だが気に病むな。戦わないなら奴らに滅ぼされる。お前は必要な働きをしたんだ。あいつの記憶に関しては想定外だが、見苦しい。戻してやるなんて騙した形にはなったが、悪気はないんだ。いや、あいつを俺の世界と同じ、あいつの恋心さえ操作し、親が子に押しないわけじゃなかった。お前の思いに戸惑ったのかもしれん。俺も人間を捨てきれなかったわけだ。信じないだろうが、俺はお前が好きだ、薬師寺めぐみ。お前といた日々は生意気な娘と過ごす休日のような奇妙な感覚。俺にはいい思い出が残ったよ。あとはお前たち次第だ。俺のやるべき準備は全て済んだ。お前との契約を果たせなかった俺はこれで退場する。お前と俺の計画がうまくいったら重郎と二人で生きろ。じゃあな。薬師寺。重郎。何があったの？それ、お腹を撃ったの？その銃で。逃げないで。僕の話を聞いてほしい。あれから夢を思い返してみたんだ。もうそんなの。僕は騎兵に乗る夢を何度も見ている。騎兵で戦う夢だ。苦痛の中で怪獣を次々と倒していく。鬼神のように戦っていた。ウワン破損、被害甚大。搭乗者は操縦を終了せよ。まだ左腕が残ってる。生命維持に異常発生。騎兵操縦緊急解除。ダメだ、解除撤回。操縦継続。上書きしろ。めぐみの住む町を壊させるか。僕たちの思い出の場所を。生命維持限界値、緊急解除処理。解除撤回、維持しろ。まだだ。よく考えてみれば、兵に乗った経験があるのは君の知る泉十郎だけだ。これは彼の記憶だ。戦いの中でいつも彼は誰かの名前を呼んでいたけど、分かったよ。あれは君の名前だったんだ。君を思って戦っていた。十郎。今の僕は泉十郎じゃない。でも気持ちは同じだ。これは彼の記憶のせいかもしれない。そうだとしても今の僕にはどうでもいい。その、僕は君が好きなんだ。気持ちは泉にだって負けない。ダメかな。ありがとう。でも
尻尾は言ってた通り努力してくれてたんだ。重郎の記憶を戻そうとしてくれていた。私はどうしたら。そりゃ確かに僕は彼ほど強くないよ。それでも僕は君を守りたいんだ。ダメ、もう二度と一人で戦わせたりしない。私だって重郎を守って戦う。そうじゃなきゃダメ。それは薬師寺。こんなとこで寝ちゃってあったかいのかな。昼までいるかな。まさか。しっぽじゃないのかな。あのね、ごめんね。それで、あ、やってみるよ。またちょっと野暮用があってさ。残念。未来の開拓用のなぜか森、あんなのとたなんかよ。いや、そのそういうわけでは。大丈夫？なんだか
時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。ひよりちゃん、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。ひよりちゃんもか。美和ちゃんごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。そろそろ行かないと。うん、私も行こうかな。美和ちゃんまたね。うん。何？じっと見て。うん、なんでもないの。美和子は覚えてない。でもそれでよかったのかも。美和子、またね。うん。プリント、森村先生また忘れてる。遅くなっちゃった。いたいた。式周式のちに。またそんな女装を。変態ね。着替える暇がなかったんだ。またそんな女装を。変態ね。必要な変装だと説明したはずだけど。遅れておいてその態度は。ごめんごめん。そんなことより今日こそ何とかしてもらうわよ。うん。行こうか。位置について。うちのセリフだ。それよりそっちの可愛い子ちゃんは？可愛い子ちゃんだってさ。まんざらでもないな。まだ出たらまずいって。黒服の仲間かもしれないぞ。 BJ が知ってるって。夏の？うさみ、夏のまでどうして？彼の案内で来たの。関ヶ原と一緒にいたロボット。なるほど、世界が揃うやら話がいやおきよ、こんな姿だが。三浦だな。関ヶ原から聞いてるよ。君の目的は？軌道上にいる彼女だよ。同じ目的のようだな。あんたも16番を助けに？私の騎兵のこと。17番騎兵か。16番と同じく軌道上に転移したわけだ。軌道上にある。ここからそれを補足してはいるが、確かに何かは分からない。きっと
一般ならそれが何かわかる。前は私が触れたら繋がったじゃない。それが如月の生体 ID でも反応がない。アクセスできないんだ。その理由は何です？アクセスできないのはイダが止めたからだ。彼女の騎兵を。イダ？彼が？ああ、権限がどうとか言ってな。16番騎兵を命令権限で停止。それでか。騎兵を作った君から権限を解除できる。やってみよう。手伝ってくれ。あんたはなんでここへ？俺は助けを求められたんだ、稲葉美雪に。あんたはなんで？俺は稲葉美雪。稲葉美雪ってアイドルの？そう、テレビ番組を使って更新してきたんだ。君たちは彼女を16番と呼んでるけど、あれはもう一人の君だよ。そうか、あの曲やっぱり80年代風にアレンジされてるけど、中学の時によく歌ったあの曲そっくりだもん。稲葉は私のハンドルネームだ。アイドルか。網口君にも驚いたけど、まさか宇佐美までタイムトラベルしてるなんて。私はもともとこの時代の人間なの。宇佐美が未来人？知ってる人って他にもいるの？A 組のユキちゃんとか三浦くんも。え？あいつもか。準備ができた。如月、君の ID で彼女にアクセスすると同時に権限をリセットして騎兵も再起動される。ロックを解除して。行くよ。ダメ。騎兵は正常に起動してる。私を。そうか、伊田君に停止されて。みんな助けに来たんだ。ちょっと遅くなったけど。ありがとう。私たちは問題ない。大丈夫。ユニバーサルコントロールは私を放送コンテンツだと思い込んでいる。稲葉美雪、あなたと同じ如月富を教えて。これは何なの？どうなってるの？僕も情報が欲しい。私を信じてくれる？あなたは私なんでしょ。自分を信じられなきゃ何も始まらない。私が転移したのは軌道上の司令船。宇宙計画の第2段階テラフォーミングを統括する人工衛星。テラフォーミングって今
あなたたちがいる場所よ。計画の第二段階は成功している。まさか地表の開拓に使われたのは D か。あれはもともとそのための重機だった。じゃあやっぱり本当なの？ここが地球じゃないって。俺はこの目で確かめた。この街は直径 30km しか存在しない。俺は宇宙船だと思ってたけど。まさか。僕は海外の状況も調べ上げた。ユニバーサルコントロールが情報の辻褄を合わせている。彼は真実を話している。ここからだと居住区のシステム全体が見える。各ターミナルの制御もね。君は騎兵から衛星の操作を？限定的ではあるけどね。そしてそれが可能なのは私が如月富だから。宇宙計画の第二段階を設計したのは彼女。テラフォーミングの研究者だったの。彼女の記録よ。2188年2月8日報告は昨日の続き。シミュレートを行った。25回目のテラフォーミング。今回の焦点はタイプ 57B 惑星。人類が生存可能レベルまで1800年で到達。時間がかかった方ね。ここまでは問題ない。あとはそうね、森村博士の提案で司令船のシステムを更新したわ。司令船が最終段階の地上施設を監視する。施設の破損や不具合が発生する前に最終段階をやり直す判断をするためにね。博士の口癖、万が一に備えてよ。
今日も仕事は順調。でも早く地上に戻りたい。今のは気になることを言っていたな。最終段階をやり直す。そう、もう本当に後がないの。どうなるんだ。間もなく司令船が地平線に隠れるわ。しばらくこのアクセスも切れる。何か策はないのか。ある。もうこれしかないと思う。何をすればいいの。ユニバーサルコントロールを変えられるとしたらあなたたちだけ。私を信じて。